はい、出畜賞ってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社ヘガメ総帥8でございます。こちら中山級です。日曜日ですね、3歳1勝クラス芝 1200m ということでね、まあ短距離馬にね、向けのねレースがまたね、始まってきたという感じがしますね。まあオープンとかではね、1000、2004のレースもまあたまにあるんだけれども、基本的にはね、クラシック路線にそんな路線から来られちゃ困るみたいな感じで、なかなかで賞金を積む機会が少ないっちゃ少ないんですよね。まあ、なのでね、まあ、この後の1000級のスプリンターっていうのは案外この辺に潜んでんじゃないかなということでやっていきたいと思います。まあ、今回軸は3番クリノゴッホ、こちらからいきたいと思います。まあ、前走ね、クローマツ賞2着、よくよく見てみるとね、勝ち上がりもこのコースなんですよね。で、他のコースでは惨敗してるから、まあ、例えばね、関東馬だったら輸送が唯一一番短いのが、まあ、中山競馬場だからね。そう考えると、まあ、輸送とかに難があって、まあ、東京でもう力が出し切れない、まあ、もしくは1200校舎で東京だと適距離がないみたいな感じでね、マイナス要素があるんじゃないか。逆に言えば中山校舎、坂のあるコースはこなしている松井田ゴッホ3区、まあ、父松井田ゴッホ3区で、父が松井田ゴッホで、中山得意っていうね、まあ、それだけでもロマンあるしね、まあ、軸でいきたいと思います。まあ、そして9番ソフィアエール、前売り5番人気ですね。まあ、前走ね、距離短縮って感じでね、未勝利勝ち上がってきてます。まあ、直線坂のあるコースでの勝ち上がり、まあ、阪神戦にですけどね、ということで、まあ、ローカルでね、勝ち上がってきた馬と比べたら狙えるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そして10番レイフォール、カンナステークスの3着馬ですね。まあ、またね、坂のあるコース以外でも平坦では負けてるけれどもという形で、ここはもうね、巻き返しは期待していきたいと思います。まあ、そして11番のクールムーアも勝ち上がりがこのコースなんですよね。で、安城デムーロ、安城強化というあたりを強化して入れておきましょう。で、12番スプレモフレーバー、これもね、持ち時計タイム指数的には一番上位の馬でね、まあそれゆえの一番人気、まあ、レベルが高いところを使ってきたなという感じですね。まあ、キャリアも豊富だし、そろそろかなとは思うんだけれども、まあ、人気しちゃってるし、まあ、人気しちゃってるし、その割にはね、前走負けてるしね。まあ、開幕週の中山金杯とかも、内枠有利みたいな感じがね、ある今の中山だけに、外枠をマイナスに見てですね、まあ、紐の方に落としてこんな感じでいきたいと思います。まあ、そんなわけでまたね、こういった形でね、やってきますんでね、よろしくお願いいたします。本日の重賞新山記念に関してはメインチャンネルふえがむ TV の方でのアップとなってますんでね、まあ、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。